はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回はパーツオブアイアン4現代モードイランプレイの続きを、やっていきたいと思います。早速時間の方を進めていきましょう。今ですね、研究としては核開発の最終フェーズ、まさに核爆弾の、製造ができる、その一歩手前までやってきているという状況になっています。なのでまず核開発をしっかり行ってですね、核による抑止力を身につけた上でイスラエルに先制攻撃を仕掛けていくというのをね、ちょっと画策していきたいなと思います。まあ、あくまでもゲーム上の話なんで、そのあたりはね、ちょっとご了承いただきたいとは思います。で、そういう意味で言うと、軍事力そのものの強化も必要な状況なんですが、今アルミが不足してしまっているという状態なので、ちょっとアルミをまずね、獲得していきましょう、貿易で。で、タングステンも足りないんですけど、まあ民事工場が足りていないので、国家方針でね、民事産業、これ、今、4を入れてますけども、これを入れると民事工場が1つ増えますので、この民事工場、これを使って、一旦、貿易を行っていければいいかなと思っています。で、あとはですね、空軍系のところをちょっと見ておくと、どうしても空軍のまあなんていうのかな、攻撃力という観点で言うとどうしても見劣りはしてしまうので、今新しい爆撃機、あとはその爆撃機を護衛するためのマルチロール機、まあ、いわゆる戦闘機ですね。これらの航続距離を伸ばして、イランの国内から、イスラエル、ここまで航続距離が伸ばせるようにね、まずは航空機の性能を強化していきたいというふうに思っています。ただそのためのね、経験値がどうしても足りない。そうなるとイスラエルに直接攻撃をかけるのであれば、強襲上陸をかけるしかないと。まあ、今それを想定はしていないんですけども、一応ね、強襲上陸力を上げるプラス20のボーナスがつく強襲上陸のね、研究も進めておきます。で、エチオピア、中国が結びついてアメリカに逆らった。なんかこれ今の世界情勢に、本当に反映されているような形ですよね。今世界の覇権をアメリカと中国が争っている、まあ、そういうフェーズだと思うんですけども。で、民間産業4は、まもなく終わりますね。本当にゲーミング PC、新しいものにしてから、スピードが全然違いますよね。快適。で、第5世代の戦略爆撃機、これが開発完了ですね。研究が無事に完了。そうするとマルチロール機もね、リフレッシュかけていきたいですよね。で、当然ながら爆撃機は新しいもの、第5世代のものへと、これもね、リフレッシュをかけていきましょう。で、民事産業の、民間産業ですね。これの4が終わったので5を取りに行きましょう。これやると民事工場が一気に3つ獲得できるというわけですね。このあたりも本当にありがたいですね。では、タングステンを中国から輸入していきましょう。これで資源不足は一旦解消されます。もう続々と新しい装備、あるいは新しい技術を取り入れて、イラン軍が急速に近代化を遂げているという状態なので、この状態でね、アメリカ軍と
陸軍で戦えるのかというのはもちろんあるんですが、単純な歩兵同士の戦闘だったら、そんなにね、不利な戦いにはならないと思うんですよね。ただどうしても、装甲化されていない戦車だったり、まあそういった類のものが、どうしても弱いので、そこだけ、もう、どうしようもないかなというところですね。そしたら、フリゲート艦の方を先に進めていきましょう。違う、ゴルベットだね。ゴルベットはもう5まで入っちゃった?となると、研究枠確認しましょう。今、潜水艦の枠が余ってるけど、もう潜水艦もどうだろう。マックスに近い状態になってるんじゃないかな。5まで行くと889日。2年以上かかるんで、ちょっとこれは割に合わないよね。砲兵系も、もうマックスまで入っちゃってるんで、まあ、一旦置いておきましょうと。そうすると野戦病院とかこの辺りのマイグレーションをしておきましょう。さあ、ここでようやく核の開発が完了です。あとは核をね、実際に製造するというフェーズに入っていきます。では、余った研究スロットをまた使っていきましょうか。今、2020年まで来てるんで、このあたりは研究の射程範囲以内に入ってきましたね。で、民間工場がないので、核を作るための製造施設が今すぐ建設できないので、これはちょっと待ちましょう。で、代わりにというわけではないんですが、第5世代の戦闘機、爆撃機、これちょっと配備して、こいつの射程がどうなるかだな。可能なのかどうかというのをちょっと見極めたかったんですけどね。工場が3つ獲得できれば、話はだいぶ変わってくるというところなので、民需工場を建てたら、その建設力を使って核施設を作っていきましょう。では、核施設を実際に建設していきましょうというところで、今一番上に3つ核施設を作る建設級に入れました。なので、これでね、核施設が完了すれば、核が製造できるということになるんですけど、これ見ると、建設が終わるのが、なんと、2030年8月7日、ちょっと厳しいな。2030年までせこ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 ずっと核施設を建て続けるのか。ちょっとここはどうだろう。少し考えたいですね。このままだとちょっと時間がかかりすぎちゃうかなという印象が拭えないので、まあ、それだけやっぱり核をね、実装するというのが難しいというのが改めて分かったわけなんですけど、貿易をちょっとギリギリまで見直しますか?貿易。輸入量で言うと、
とはいえ、もうギリギリまで詰めてるもんね。民間工場の数が足りないので、建設に充てるパワーがちょっと足りないっていう感じになってますね、今だと。これ国家方針とかでどうにかならないかちょっと確認しましょうか。インフラレベルはもちろんあるんですけど、今欲しいのは核なんで、核による抑止力。イランとかだと核あっても良さそうですけどね。ちょっと見当たらないね。そうなると建設系のちょっとパワーアップ系を入れましょうか。建設速度が上がるよっていうのがあれば即座に入れたいんですけど、建設速度を上げるもの、これだな。建設速度プラス 10%、 まあ 10% だけどね、 10% だけどないよりはいい。どかちゃかやっていきましょう。さあ、陸軍の師団数は本当に化け物みたいになってきてるな。さて、国家方針の方なんですが、インフラレベルをちょっと上げておきたいという意図もあり、さらに、民需工場も欲しいっていうのがあって、工業の開発にいきなり飛んじゃってた部分あるんですけど、まずは民間産業を入れると、民需工場が一つ獲得できるので、これ先に入れちゃいましょう。で、あとはなんですけども、整備兵、これを入れます。で、すぐに建設用工具が終わるので、ここまでちょっと待って、一気に2つ入れていきましょう。研究の枠にですね。じゃあ、ここは改めて建設速度、建造速度、プラス 10%、これを獲得して、もう一つの方は、そうだな、2030年はちょっとありえないので、2020年までの間で、獲得できそうなところ、研究速度。今更感あるな。だとすると、違うものを入れておきたいよね。ドクトリンを入れましょう。これで、第三革命防衛隊が組織できるところまで来そうだな。いや、来ましたね。早くも、一足飛びに。それなりに本当に陸軍歩兵手段の数は揃ってきた。これで第三革命防衛隊も組織できましたね。ここに誰をアサインするか。まあみんな将軍のレベルは一様に、まあこう言ってはなんですが微妙ではあるので、まあ誰でもいっちゃ誰でもいいんですが、まあ入れておきましょう。革命防衛隊はね、精鋭中の精鋭なんで、常に訓練に明け暮れる。
で、海軍の方も、数はだいぶ揃ってきてますね。こんだけ揃ってくれば、まあ、ちょっと今すぐ海軍のね、再編は行いませんけども、艦隊と呼べるだけの数、まあ、いずれも護衛艦レベルの小型なものですが、それにしたって、しっかりとした戦力になってくれる数は揃ってきたかなと思います。さあ、そうすると一通り欲しいのは全部入ってきている？そうだね。工業に関してはもう一通り欲しいものは全部入ったかなと思います。ああ、でも、タングステン、製錬工場。いや、でもタングステンが直に取れるっていうなら話別なんだけどな。採掘量で言うと、アルミ、ゴム、タングステンは取れないからね。ここにあえて、研究の枠を突っ込んで建設すると言っても、結局建設するのが遅くなるだけなんで、ちょっと一旦これは見送りましょう。で、光学。そうだな、ロケットエンジンとか使いこなせるパワーないからな。そうすると暗号系でも入れておきますか。で、改めて、いつ核爆弾一つ目が完成するのかというのを見ると、2029年12月。いやー、あと7年あるな。7年、もう2030年になってるってなると、ちょっと恐ろしいものがあるな。まあ、ただ、ここは何としても、民事工場の数を増やしたりとか、まあ、あらゆる手を尽くして、建設の速度を早めるしかない、ですよね。ちょっとそういったものがないかどうか確認していきますか。建設速度を、早めたいよねっていうもの。いや、特にない。特になさすぎる。なんとかしたいんだけど。原子炉建設速度プラス 15% がある。こいつを雇おう。すぐにだ。すぐに雇う。あとは、造船所とかもいらないからな。他よ、他。とにかく建設速度が上がるもの。ちょっと見ていきますね。ちょっとなさそうですね。ただ、15% 早くなるというものを入れたことによって、2029年3月にまでなりましたね。あとは、工場からの出力、これがもうちょっと上がってくるといいかなと思うんですけど、あとはそうだな、インフラレベルをちょっとあんまり考慮しないで投入してしまったので、まあ、そのあたりかな。カタールとかの外交状況を確認しますか？カタールは半島の盾軍に属していて、軍事通行権を与えている。いや、カタールとぶつかるのは危険すぎるな。かといって、このアラブ、オマーンもサウジの、まあ、同盟というかその陣営に属している以上、ここには手出しができないよね。イランまで進出、イラクまで進出できればあるいは、あるな。これはイラクに進出して、イラクから、いっそのこと、イスラエルを狙うっていう方が現実的な感じがしますね。ちょっとそれを念頭にしていきましょうか。じゃあ具体的にどうするかなんですが、
イラクに対して。ちょっと待ってね。イラクでいいのかな、本当に。クルディスタンの方が、国力はしょぼいんじゃないか。どこにも属してないしね。クルディスタンに、戦争目標の征服。これを行っていきましょう。249日、いけるもんね。これで1年以内に開戦できる。となれば、クルディスタンのそばに、空軍を配備していきましょう。これで空軍力も一気に高められるしね。いいこと尽くし。では、陸軍の方も一度。演習を終えて、実戦に向けて動き出しましょう。で、第三革命防衛隊はまだ数が揃ってないので、第三革命防衛隊は国内待機。代わりに、第1、第2を配備して、開戦と同時に、クルディスタン、首都アルビールへと進攻をかけていきます。まあ、まだだいぶ先の話ですけどね。で、イラク、シリア、ヨルダンと飲み込んで、一気に、イスラエル。ここに入れば、アメリカ軍が黙ってはいないでしょう。イスラエルは、独立訴訟を受けてるもんね、アメリカと。であれば、イスラエルに戦争を仕掛ければ、必然的にアメリカが参戦してくる。まあそういう状態に、なりますね、と。モンテネグロの言えてないですね。モンテネグロが NATO に加わりましたというニュースですね。で、当然ですが、ホルムズ海峡は封鎖。イスラエルを滅ぼす。そのための進路を獲得していきましょう。ちなみにクルディスタンは、その軍の通行権をよこしてくれれば、攻撃はしませんよと。こういうことだけはちょっと伝えておきましょう。軍事通行権を請求。まあ、拒否するのであれば、そのまま一気に揉み潰さざるを得ないというところですかね。拒否してきたな。であれば、先端を開かざるを得ない。さてさて。そしたら、マルチロール機はさらに世代が進みましたね。2020年の、ここまで進めましょう。もうこれ以上は進められない可能性が高いので、一旦ここまでですかね。で、国家方針ですが、どこに進むかだな。アルミニウム精錬所とか行っても、このまま行くと
アルミはただ手に入るは手に入るのか。鉄は別にいらないけど、よし。アルミは手に入れよう。アルミが手に入れば、アルミの輸入に使っている、臨時工場を、こちらに回せるということになると思うので、ちょっとその方策でいきましょう。で、第三革命防衛軍もちょっとね、いつでも投入できるように、国境近くまで移動だけはしておきましょう。はい。ではね、ちょっと今回もあんまり早送りとかできず、ぐだぐだおしゃべりしながら、時間を進めてしまいましたが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はクルディスタンに戦争を仕掛けていく。で、シリアに対しても一応、この時点で、シリアですね、軍事通行権は要求しておきます。で、シリアが拒否してきた場合は、一気にね、陸軍を送るしかないので。で、シリアまで入れば、イスラエルと国境を接することができるので、エルサレムを目指すということになるかと思います。はい。では、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。